俺の名前は拓夫、中小企業の会社員をしている。パパおかえり。あなた今日もお疲れ様。ゆか、恵美子、ただいま。仕事は毎日大変だけど、帰ってきて妻と娘の笑顔を見ることが俺の生きがいだ。恵美子とゆかのためにこれからも頑張ろう。この二人がいるだけで俺は幸せだ。ねえパパ、今度公園に行こう。じゃあ週末に行こうか。週末俺たちは三人で池袋の公園に出かけることにした。彼の名前は飯田耕作、年齢は80代、元高級官僚、元院長の上級国民。予約してたフレンチの時間に遅れそうだな。あ、ブレーキブレーキっと。あれ、どんどん速くなっていくの。参ったな、事故ってしまったわい。これじゃあフレンチの時間に遅れてしまうの。救護活動は面倒だし別にしなくていいかな。警察にもこっちからは連絡しなくていいか。いろいろと不利になりそうだし。事故時車は時速100キロ近く出ており、赤信号を2回無視、またブレーキをかけた形跡はなかった。恵美子、ゆか、そんなこの事故で俺は妻と娘の2人を亡くし、また歩行者10人以上が怪我を負った。俺は愛する家族を一度に失った。この先どう生きていけばいいんだ。幸せな生活は一瞬で壊されてしまった。この前のやつさすがにテレビでニュースになっとるな。わしをテレビで扱うときはちゃんと3つけろよ。なぜか全てニュースでは飯田耕作には3がつけられて呼ばれていた。また容疑者とは呼ばれず、元院長と曖昧な呼称で呼ばれていたりもしていた。飯田さん、事故の話をお聞かせいただけませんか。実はもうお年で頭が回らなくて、事故のことはほとんど覚えてないんですわい。その時のことはあまり思い出せんのじゃよ。俺で体も悪いし、それじゃこれでよしと。警察は飯田耕作を高齢で責任能力がなく、逮捕した後の刑務所生活にも耐えられないとして罪には問わなかった。さて、騒ぎになる前に Facebook と Twitter を削除っと。自分の Wikipedia の編集にもロックをかけて、官僚時代の俺のページも削除。Google マップの俺の自宅にモザイクかけて、自宅の電話番号も変えてっと。あと遺族に謝罪は必要ないが、謝ると民事裁判を起こされた時不利になる。後日テレビ局の TNS です。飯田さん、取材いいですか。なぜ87歳にもなって免許を返却しなかったんですか。そりゃ体力には自信があったからじゃよ。わしは悪くない。それより車の性能改善が必要だ。メーカーはもっと安全な車を開発しろ。それにもっと高齢者のことを考えろ。わしはもっと安心して運転がしたいんだ。実際には車側の欠陥は一切なく、アクセルとブレーキの踏み間違いが事故の原因であった。後日神戸市三宮駅前でも似たような車の暴走事故が発生した。歩行者2人が死亡し、6人が怪我をした。この時高齢のバス運転手はブレーキとアクセルを間違え、人を跳ねてしまい、バスから飛び出てすぐ救護活動を行ったが、自動車運転処罰法違反で現行犯逮捕された。
なのに池袋事件は2人死亡で10人が怪我、また救護活動もしていないのに未だに逮捕されていない。やっぱりこれはおかしい。俺は飯田耕作をよく調べてみることにした。飯田耕作、元高級官僚で元委員長、元上場会社役員で元研究者。これが不逮捕に影響しているのか。また飯田は事故前から足が悪く病院に通院していたことが分かった。なぜそんな状態で車に乗ったんだ。足の悪い状態で、しかも高齢で車を運転していたら、車が凶器になることくらいわかるだろう。今後俺と同じような目に遭う人が出ないよう、俺は署名活動を行った。この池袋事件についてはテレビではなぜかあまり拡散されなかったが、ネット上では瞬く間に知れ渡り、 SNS でも拡散された。その影響もあり、約40万人分の署名が集まり、俺はそれを東京地検に提出した。そして半年後、署名の効果もあり、飯田耕作は自動車運転処罰法違反でついに逮捕されることとなった。なぜだ。私は上級国民だぞ。俺の後輩たちは何してる。根回しはしていたのに。その後耕作は事故の損害賠償として多額の賠償金を払うことになった。あれだけ金があったのに、賠償金のせいで全財産がなくなった。その後耕作は生活に困り、仕方なくアルバイトを探し始めることになった。しかしネットであれだけ騒がれたこともあり、彼を雇ってくれる仕事先はどこも見つからなかった。あなた飯田耕作さんですよね。ちょっとうちで雇っちゃうといろいろと面倒になりそうだから難しいよ。クレームもたくさん来そうだし。飯田耕作さん、すいません。くそ、働き口が見つからん。これじゃ優雅な老後生活が台無しじゃ。これからどうすればいいんじゃ。飯田耕作は結局働き口が見つからず、ついに一文無しとなり、その後不老者となったのだった。危険運転は一瞬で人の人生を変えてしまう。絶対にしてはいけない。このチャンネルではこれからもヤバい漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録と高評価よろしくね。